さて時刻は10時10分になるところです。代わってこの時間は今日の金先物情報をお伝えいたします。朝10時に大阪取引所が発表した金の先物指数ですが大幅反発となっています。176円高の 13,390 円は 1.33% の上昇にあたります。今週も日産証券大阪支店長の下本隆之さんに伺います。下本さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日は金の先物を上昇していますが、まあ、その値動きの背景からご説明お願いします。はい、わかりました。本日の国内金価格は、まあ、海外高を受けての大幅上昇となっておりまして、まあ、前日の大幅安からの続落にはならずにですね、まあ、現在推移しております。はい、で昨晩のニューヨーク金は、まあ、反発しまして、前日比で 29.5 ドル高、2705.8 ドルで、終わりました。はい、まあ、動きとしましては、まあ、まずその時間外取引で前日の流れから売り優勢となっておりましたが、まあ、ある程度 その手締め売り一巡後はですね、ドル高一服を受けて、まあ、下げ一服となりまして、ヨーロッパ時間に入りますとあのイギリスとアメリカの利下げ見通しですかね、まあ、この辺を受けて堅調となりまして、まあ、特に日中取引に入ってからはアメリカ国債の利回り低下を受けてですね、あの買い優勢となりました。はい、イングランド銀行の方が政策金利を 5% から 4.75% に引き下げることを決定しました。またアメリカの FOMC でもあのフェデラルファンド金利もですね、誘導目標を 0.25% を引き下げました。まあ、ただ、まあ、声明ではインフレが持続的に 2% に、まあ、向かいつつあることに関して自信を深めているとの、まあ、文言が削除された模様です。はい、まあ、いずれにしましてもあの、まあ、現在、今週は、まあ、大統領選とあと FOMC ですね、こちら その2大イベントを終了しまして、まあ、海外国内ともにですね、まあ、乱高下はしております。はい、まあ、特に株為替商品ですかね、まあ、大きく変動はしておりますが、まあ、今のところその金に関して言いましたらその上昇トレンドにですね、まあ、大きな変化はないように思われますので、まあ、どうしてもあの値打ちが値打ちなのでその上下動の動きっていうのは反応としてちょっと大きくなるかと思うんですけれども、はい、まあ、引き続き金に対しての先高感は崩れてないようにあの思われますので、まあ、そのような視点でちょっと考えていただいてもいいのではないのかなというふうに思っております。こちら以上です。はい、分かりました。下本さん、はい、今日もお忙しいところありがとうございました。 ありがとうございました。日産証券大阪支店長の下本隆之さんに伺いました。以上、今日の金先物情報でした。